始まりました。 NCTK スタジオ TK です。ケツメイシの桜です。はい、ケツメイシの桜を、まあ、ケツメイシさんの桜を流しながら今帰ってますね。季節は冬です。はい、ですが桜という感じで、ギャップがまあいいですよね。以上でいいでしょうね、はい、今回の動画は。はいはい、いや、ちょそれはちょっと違う。せっかく回したから、ちょっとまあまあなんかあれだよね。そう、なんかこれ一応参考までにですけど、ノー編集ですし、うん、何を話そうとか台本もなければ、そうキーテーマすら設けずに、そう、ビデオを回すっていう動き方をしてます、うん、そう。なんでちょっとなんか多少の沈黙とかそのあたりはちょっとね多めに見てもらいたいし、まあ、できるだけなんか逆にボツもないです。全部使うんですよ。あ、そう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 、そう、なぜなら別にクオリティも何もないんで、うんうんうん、ただただいつも通り車の中で喋ってるのを、まあ、ちょっとラジオ的になんか無駄に公開していこうぜみたいなのがコンセプト、ね、今のところのコンセプトなんで、なんか誰も聞きたくないじゃないですか。例えば 僕と TK がなんで出会ったのかとかって、そう、確かに、なんで2人でなんか、あ、違う、なんで2人で活動してるかっていうか、ソロ活動なんだよね、これはまだソロ活動ですよ。ソロ活動の延長、 TK のソロ活動、はいはいはい。ちなみにこれがその今なんか何 MCTK スタジオっていう名目でなんか TK だけが活動してるみたいに見えてるけど、これ MCTK で活動する未来っていうのは あるの、これ。ありますよ。どういう風になったら MCTK で、いや、活動できるの？ユニットとして活動できる。チャンネル登録者数が1万超えてくると、はい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 、結構 MC もそろそろ本腰を入れるかも。それはね、それはマジ夢の夢だね。それあれじゃない、実際俺が強くてニューゲーム5回やってやっと9500とかそんな感じよ。でもやっぱ再生回数が1000回とか超えてくるようになってきたら嬉しいですね。それトータルのってこと？いや、1回に1回の動画1000万。1000ですよ。うん、1000万、あ、1000回か。1000回です、1000回です。え、相当じゃないですか。いや、相当ですよ。だから相当嫌ですよ。ってことだよね、うん、俺とユニット組むのが相当嫌だってことだよね。そう、まあ、嫌っていうか、うん、いいか悪いかで言うと悪い方ですけど、はい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 、心底嫌かって言ったらこんなことやってないんで。まあそうだよね、はい、普通にちょうどよくやって感じぐらいですよね。でも逆に、確かにね、俺もなんか、うん、ユニットを強く組みたいかってあると別にそうでもないし、暇つぶしの延長だし、まあ、実際このなんか車でフットサルとかソサイチ行って帰るみたいなのはもうなんだかんだ2年とかやってるもんね。2年とかやってて無駄に話してたのをちょっとなラジオ的にそうみたいな感じなんで、確かになんか確かに強い思いはあんまりないけどね。あんまりないですよね。でもなんかそう、なんでこの2年間こんな週1、うんうん、2回フットサルを行くようになったか。ああ、そうそうね、そうね、そうね。まずそのなったかだから、そう、それを語るにはまず俺と MC がどこで出会ってどんな人間関係なのかってところだよね。まず今は全然別々の会社で、某有名企業で某有名企業とか自分で言うのおかしいけどめちゃめちゃかっこ悪いですね、超貴重で。何回かの、うん、何回か撮影した時にも言いましたけど、うんうん、某有名企業って超ダサいですよ。超自分で言うのがあれだよね、おこがましいから、まあ、某有名企業とかやめて、まあ、某企業で、まあ、某企業で今働いてるんですけど、そう、前の某企業で、まあ、同僚だったっていうね。そう、まあ、前職一緒だったんですよ、うん、僕とで、TK は。TK はそう。でもやっぱ TK って結構当時からおかしくて、よく TK のクレームが僕宛に来てたんですよ。これ仲いいからとかじゃないんですよ、部署的に結構来るんですよ、まあ、それクレーム処理みたいなところにクレーム処理も、ね、まあ、クレーム処理っていうかクレーム処理を別に主務としてたわけではないんですよ、うんうんうん、ただ受け付けていた時に、うんうんうん、あいつの声がうるさすぎると。そうですね、そう、すごいですよね、友達そんないないのにうるさいっていう通報が来るという、うん、
そうなんですよね。ハラスメント系以外で通報来たの TK だけですよ。しかも別に俺ハラスメントに行ったわけじゃないからね。そうハラスメントじゃないですよ本当。すげえなんか邪魔だみたいな感じで、まあ、邪魔だっていうか、うん、声ハラみたいなのがあったらあったかもしれないですね。そうね、ちょっとその時も多分ね、俺の記憶はなんか G リーグがその時盛り上がったんですよ。なんか結構もう J も終わりの頃も混戦で上位4チームぐらいが接戦してて、なんか この3位のやつが勝ったら勝ち点上位に躍り出るみたいなのをなんか J リーグ好きで見てて予想してた時になんかちょっと話が盛り上がってで怒られたっていう、そくだらない話なんだけど、このなんか前回のこの動画でも言ったんですけど、やっぱ TK ってトータルの品がないんで、例えば僕ラーメンとかを食べててもやっぱ数回うるさいって怒られたりするじゃないですか TK の場合でとか、はいはいはい、なんかサッカー観戦の時とかよく睨まれるじゃないですか、はいはいはい、と TK って本当に何にも悪いことしてないのに、うん、なんか盛り上がった瞬間の声の人一倍大きさと声のトーン、うん、はい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 、そして見た目、はいはいはい、なんか全部がちょうどいいぐらいにクレーム言いたくなるような、はいはいはい、雰囲気を出してくれているのはなんかとってもカリスマ性を感じます、はいはいはい、多分それってめちゃくちゃ突き抜けてたらクレーム行ったらなんか被害がありそうって思う、うん、多分人もいるじゃん、うん、それが多分程よいって俺はもう自己分析してる。程よいっていうか普通に言って言えちゃうぐらいの心理的安全の高い純粋なうざいやつっていう認定になってるのと、はい、なるほどなるほどね。まあだからそういうコンフォータブルゾーンを与えてしまっている。そうですね。そういうことですかね。よく言うと。よく言うと。まあそんな感じで、まあ僕と MC はまあ前の会社の同僚だったっていう。でも結構何年ぐらい？もう10年ぐらいになる？いやそんな。10年はないか。でも5、6年はなんかでもなんか関係性としてはあるよね。多分。え、どういうこと？退職してからもってこと？そう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 。で、退職だからその前職、在籍の時から比べると7、8年ぐらいは経ってるんじゃない？で、そこから間が空いて、確かに10年弱ぐらいあるかもね。そうでしょ、そうでしょ、10年弱あるでしょ。10年弱はあるわ、うんうん、確かに。で、間がちょっと空いて、まあ、結構ご近所さんっていうのもあるんだよね。近所っていうのもあります。近所っていうのもあってなんかフットサルを、まあ、ちょいちょい行くようになって、でそこからコロナになってまた在宅で仕事するようになってから何その夜の時間を行動できる時間に当たられたんだよね。そのだ俺が車を出せるとか出社していたらなかなかお互い出社してると、うんうんうん、なかなか車を出して夜フットサルが叶わなかったのがコロナによってそう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 、ね、家からのスタートなんでそれで行けるようになっ たっていうのはちょっと、ね、加速したのはあるかも、うん、かつコロナになってお互い在宅勤務でそれなりのオフィスからの距離のところって言った時にたまたま近しいニアリーなところに引っ越したっていうのはあるかもしれない、うん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 、そうそう。で唯一の懸念は本来交わる人ではないのに交わってしまったっていう、そういうところだよね。いや本当にそう思います。でやっぱその本来交わらない人たちって結構このデコボコがいい感じに合っちゃう系なのってあると思うんですよ、はいはいはい、っていうのでなんか割とちょっとムカつくんだけど馬が合うみたいなのはちょっとあるかもしれない。わかるこの表現。いや全然やべえちょっとごめん、全然前向きに仲良くなりたくはないけど、ただしかし何馬が合う属性なんではないかみたいな。いやもうこれボツにしてもいいレベルですよ。僕馬合わないと思ってますよ。嘘でしょ。本当だからこれ馬が合うみたいなやつをこの動画に収めたくないなっていうぐらい、これ初没動画じゃないですか。なるほどね。でもボスにはできませんから。
そうなんですよね、はい、これあの脳編集の脳没でやってますから、はいはい、じゃあ分かりました、じゃあ訂正しましょう。あの馬は合いませんありがとうございます。馬は合いませんなんですけど、その中でもなんかまああれここ銭湯だ、嘘そうやってるよ、夜までこれあ やってんね、え嘘やってるやってちょっとこれだって今度ネットで調べてさ、え行こうよ、今は今行く、今行ったら別にいいけど、やってるなら今行きたい、マジで行ってる、マジで行ってる、いいよ今やってるなら、いや今やってるかどうかはちょっとこう一周回ってちょっと 見直す時間が必要だから、うん、あの、うん、そうだよね、銭湯行きたい、じゃちょっと 見るか、うん、でも多分やってないと思うんですよ僕、あマジで、うん、そうだよね、最近だし夜とか、うん、結構閉めちゃうよね、その感染拡大、うん、まあそうですね、防止でっていう、うん、ただ一旦行ってみましょう、あまあ確かにそれもある、うん、でなんかさ2人の話もしたじゃん、なんかちょっと個人について語ってみる、確かに誰の話聞きたいですか、 MC、TK、いやまあ MC も TK も両方聞きたくないと思うんだけど、まあ一旦2人のどうしてこう2人で活動してるのか、まあ2人でっていうかソロの延長でなんかやってる感じだけど、ちょっと語っとくか、確かに、まあ、TK、 じゃあ TK からいく、 TK でもあんま語ることないな、語ることなく、だからこの動画をまあ聞いてくれた人、見てくれた人はもうすでにご存知の通り声がでかい、確かに僕がタコ紹介しますよ、うん、あはいはい、タコ紹介でいくか、まず声、僕でも本当に最初 TK に会った時マジで近づきたくない人でした、ほんと、はいはい、なんでかっていうと多分これ初対面の人は全部 TK に対して同じ印象を抱くんですよ、はいはいはい、うるさそうだなっていう、はいはいはい、あの現に本当にうるさい、うるさいじゃないですか、うんうん、まあうるさいね、うるさいですよね、うるさいうるさいうるさい、でやっぱ TK がいや、やっぱ最初の印象を与えるのは声が大きいで甲高いんですよ声の、はい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 、キーがね、大きさと甲高さ、うんうん、となんかロン毛金髪最低だよね、そうこれすごくないですか、うん、声が大きくて、はいはいはい、甲高くて、はいはいはい、ロン毛で金髪、いつの時代だよってやつだよね、これはなんで髪切んねえんだよってね、これがやっぱTK の、まあ、最初のインプレッションで、はい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 、ああまあこれは確かに仲良くはならないなっていう、で最初やっぱ透明サッカーをすることがなかったんで、はいはいはい、僕はやっぱ TK のことをなんかなんだろう、やっぱ最初2年ぐらいは信頼しきれてなかったですよさフットサルにおいてははいはいはい、いや今でこそTK やっと球離れ良くなりましたけどフットサルはそのそうサッカーは今は認めてますけど、はい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 、フットサルは当時はやばいやつだなと思ってもいました。まあ、フットサルの話はいいか。まあでもそんな、うん、まあやばいやつ印象ってことで、そう、最初のファースト印象はそんな感じでした。はいはい。まあやっぱ低空飛行の僕ですから。そう。それは声が甲高くて、キーが高くて、それ金髪ロン毛になりますっていうね。そういうことですよね。逆に MC どうでした？最初の印象は。そう、だからもう、エリート路線に過ぎてて、だからですか、出会った時もその路線感を感じました。感じる。ちょっとこれ行ってみましょう。行こう。チェックしてみましょう。え、全然感じる。全然感じたよ。感じました。全然感じた。なんかエリート路線気取りすぎてて、ね、逆にキショイって感じだった。いや、わかる。なんか鼻につくキショさみたいな。これでもなんかちゃん。これはなんか、はい、議論ポイントあり。これディスカッションポイントですよ、ね。あ、いいよ。この、うん、鼻に。僕エリ、うん、エリート感出てないと思ってた。はい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 、まずそこね。僕これ、そう、まずそこね、なぜなら別に本当に本物のエリート街道を全然歩いてないし、はいはいはい、そういうところ、あ、だからそれ見る俺からしてみたらっていう前提はあるかもしれない。なるほど。そう、だからその MC が一緒に生活してきた中はもう俺から見たらもうエリートの集団の中だよ。
そのエリートシューターの中で言うとその MC の何自己評価は何その中でも底辺かもしれないけど、そう底辺、いやいやいや底辺見てみ、なんかもう俺とか雲の下突き抜けて地面掘らないともう存在しないぐらいのレベルを這いつくばってる人もいるぜと。でその代表が金髪ロン毛濃い神田が俺だと。そうで、そっから見たらいやさすがにエリート街道の中の下っ端ですよって言ったってやっぱ鼻につくエリート感は出てます。なるほどなるほどなるほど。でもやっぱ話してみるとコミュ障っていうところがやっぱあって、だそこでうまい具合にそのエリート感を活気するみたいな、まあそうですね、そういう感じですね。結構コミュ障ってバレるの早かったですかね。相当早い相当早い、うん、なんかエリートの人ってやっぱそれなりにそのなんていうんですか、常識を知ってるからその範囲内で正しくコミュニケーションできるその事務的な手続きみたいなのは多分学んでるんだろうなと思うんだけど、ただ MC はそこはかなり欠けてた。そう MC はいろんなものを通ってこなかったんで結構そう、うんうん、そうそうそうだよね。 MC 本当結構僕いろんな人に言われます、世間知らずと。ああそう、それはねちょっと思う、それはちょっと思うところがある。あでも駐車場やってる感じします、やってる感じあるよね。車もどこまだあるし、確かに。でそう話をちょっと戻して、でフットサルの話を、フットサルがやった話と、なそのねプレーもなんかねエリートっぽいの、なんかパスがちょっとずれたら取りに行かないとか、もうそんなんなんかねもう俺からしてみたらもう岩盤の世界、パスがずれたらとりあえずなんか頑張ってケアしろよみたいな、もう団体スポーツだぞみたいな。確かに TK 本当パス回ってこないですもんね、本当、うん、自分で仮型なんだ。そうそう、だからねそうなのよ、雑草みたいなところでサッカーやってた人は多分割と個人技とかはその自主練の中で育まれるから、うんうん、それなりにできる人多いと思う。だからドリブルが多少できるとか多少ボールを持てるとか、はいはいはい、やっぱねエリートでサッカーやってる人たちのいいところってパスワークがうまい、やっぱりパスワークがうまいし、なんかねいろいろタイミングがうまい、そういう練習をちゃんとできるから。なるほど。ただ雑草の塊やってるところはまずそういう何パスワークの練習とかもちゃんと正しくできないで、できないっていうか、まあ、学べないっていうのかな、うん、だからかなり練習とかも自分たちで考えてなんかやろうみたいな。でもそうするとやっぱ一番手っ取り早いのは個人技にシフトしてって、なんか結構ひたすら対人と1対1しかやらないみたいな、はいはい、そうするとなんか割と対人強くてドリーできてボーラー持てるけど、なんかパス雑とか、パス本当そう TK 雑だね。トラップはできる人多いと思う。じゃトラップできないとその対人とかそのドリブルにつなげられないから、はいはい、割とトラップできる人多いんだけど、パスはマジでセンスを感じない人みたいな人結構いると思う。いや本当センス、うん、感じないと思う。そうあれここが P？ いやじゃあ奥そうっていう感じだからね、フットサルはなかなか鼻につくプレーすんなっていう、はいはいはい、でも後々分かったのは単純にスタミナがないだけだったっていうのが、そうそうそう、今分かること。そう。っていうのね、まあ出会った頃からもうなかったでしたね、本当。まあでもそう出会った頃さ、エリートでやってるからさ、いやさすがに基礎的なスタミナぐらいあるでしょと思うけど、そこがなさすぎた。でも本来昔はありましたよ僕も。いや普通はエリートだったらあるだろうっていう。さあここ入りましょう。入りました。じゃあちょっと最後。じゃあそうだよ、ここ見てって、はい、閉めるって感じなんでね、はい、じゃあ温泉に行って帰ってっていう感じなので、また次回もお楽しみに、はい、コメント欄もお待ちしてます。アディオス。アディオス。